はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は SD ガンダムジェネレーション逆襲のシャア編、続きをプレイしていきたいと思います。では早速ですね、次のステージを見ていきましょう。宇宙世紀 00193 6月6日ネオジオンと連邦上層部はコロニーロンデニオンにて極秘の和平交渉を行う。それによりネオジオンはアクシズを買収し交渉は締結した。しかしネオジオン艦隊はルナ2を制圧、核弾頭を奪取しアクシズを地球へ移動させる。これに対しロンドベルダイも秘密裏に核弾頭を調達、アクシズ降下の阻止へと向かった。これはサイド6でね、カムランから非合法に核弾頭ブライトが受領してましたね。ここでアムロとシャアの最終決着の戦い、見ていきましょう。今画面に出ているモビルスーツはサザビーです。忌まわしき記憶とともに、これはねシャアがアクシズの核パルスエンジン点火した時に放った一言でしたよね。ではまずは解体するものあるかないかでいう、まあ、ジェガンは残しておきたいし、リガ水もね今回クラスチェンジの対象なのでこのまま行きましょう。敵はアルバージールいると思うんで、これはいつものように回収していきたいと思います。アルパージール回収するだけでね、今後の攻略が多分全然変わってくると思うので、何としてもアルパージールは回収したい。なんかこれ見る限りすでにアクシズ2つに分断されてそうな感じしますけどね、今のね、場面見ると。では敵味方確認していきましょう。まずマップですね。ここにアクシズがいて敵の艦隊3個確認済みです。ここにも1ついて4つですね。中身は、ムサカ。ここにギラ動画が入ってそうですね。ムサカ級が3隻。では、こっちにいるのがレウルールかな。ここもムサカですね。ササビーがいる。レウルーラはいないのかな。で、味方の方ですが、味方の方はジェガンが入ったラーチャター。ここもラーチャターですね。これは核ミサイル。では、クラスチェンジから見ていきましょう。まずは、リガ水が、ガンダム F90。F90 になるんだ。こっちはサザビーですね。もちろんサザビーを選びましょう。サザビーの方が圧倒的に強い。そして、バギー動画になるか、ギラ動画回になるか。ここは、バギー動画の方が強いかな。では、部隊出撃させていきましょう。まあ、やや、戦力的には、ネオジョン軍の方が、有利なのかなっていうね、そう思わせるものがありますが、どっちから攻めるにせよ、まずはね、しっかり、敵の数を減らしていき、最終的に、戦艦を倒して中のモビルスーツ回収していきたいと思います。さて、こちらニューガンダムが出れますね。もう早速ニューガンダムで一気にムサカを撃沈して中に入っているモビルスーツをごっそりいただいちゃいましょう。
ここはニューガンダムとヤクト動画。まあ、ヤクト動画は2種類。まあ、具体的には、ギュネイが乗ったヤクト動画、クエスが乗ったヤクト動画とあったと思うんですけども、まあ、それぞれ今回ね、敵も出撃してきてますね。このヤクト動画は2機とも回収しましょう。で、ここにいるのが、まあ、おそらく、レウルーラですね。あそこにサザビーとアルパージールがいる。では、まずここにいるムサカを撃沈して、なんとか、ヤクト動画2機を回収したいと思います。まあ、ニューガンダム、あとはジェガンが6機かな。入っているので、まあ、この、攻撃ターンで、なんとか、このムサカを、まずは仕留めてしまいたいなぁ、というところですかね。ニューガンダムはすでに A 機になってる。これだったら、とどめはジェガンで刺した方がお得かな。まあ、ちょっとでもね、コストの高い、機体へと、クラスチェンジをしていくのが、お金をかけずに、レベルアップする一番のね、近道になってますので、まあ、そこは心がけていきたいと思います。これで、まずはムサカを一石撃沈。敵に回収される前にね、白旗を上げた敵のモビルスーツ隊を回収したいところですが、距離的にどうだろう、届くかな。まずはギュネイのヤクト動画が収容できましたね。残りは収容難しそうかな。できればね、回収してしまいたいなというところでしたけど、ではさらにモビルスーツ隊を展開して、今度はシャアを迎え撃っていきましょう。アルパージールは絶対に回収したい。続いてレウルーラと交戦に入ってます。できればこのレイブルーラを撃沈して、アルパージール、サザビー、ヤクト動画、こういったね、高性能機を回収して、まあ、戦力化していきたいと思いますので、とりあえず、敵のモビルスーツ隊を無視してですね、まあ、先に、レイブルーラと撃沈に走りたいと思います。では、ニューガンダムでレイブルーラ攻撃するのを皮切りに、ここから、レウルーラを集中攻撃していきましょう。さすがのヒットポイント3万超え、3万2500っていうね、この大きな大きなヒットポイント値になってますんで、さすがにね、サクッと撃沈というわけにはいきませんので、ここからちまちま、ちまちま削っていきたいと思います。ここは、今度はサザビーからのファンネル攻撃ですね。レウルーラは防御を選択してきたので、まあ、ダメージ量としては少し小さかったのかなという値でした。レウルーラもエネルギー切れ起こしてますね。こうなってくると敵は回避、防御、いずれかになってくるので、一方的に削っていきたいと思います。核ミサイルを使ってムサカを2隻撃沈しました。だいぶ効率が良くなったかな。最後はジェガンで落とす形にちょっとなってしまいそうですが、
敵の増援もあるし、まだ戦いは続くというのもありますので、ユニットは選ばず、ここはもう倒せるジェガンで倒しちゃいましょう。レウルーラを撃沈していく。レウルーラ撃沈したら優先的に回収するのはアルパージル、あとはサザビー、ヤクト動画、このあたりは最優先で回収しましょう。そうすると次のねステージでそれらが戦力化できるようになりますので、自分で使えるということにねなっていきます。では早速回収しましょう。まずはアルパジール、他サザビー、あとはホビーザザクなんかもいるのでね、ホビーザクなんかも回収できるのであればね、回収したいなというふうに思うので回収しちゃいましょう。あと届く範囲にはちょっといないかな。ここにヤクト動画がいるので、このヤクト動画もね回収したいですけどね。では中に侵入していきます。ここもニューガンダムから先陣を切って出撃しましょう。これは設定的にはスイートウォーターの中に今侵入をしたっていう設定なんですかね。逆襲のシャアの中ではこういうね、アクシズ落としの最中にコロニー内部で戦闘するっていうような描写は確かなかったと思うので、完全にゲームオリジナルのねシチュエーションなのかなというふうには思います。では残っているムサカも撃沈していきましょう。さあこのムサカ 55% の回避率、回避された。ここ回避されるか。もう一回攻撃できるユニット残ってるので、これで仕留められないと逃亡されるかな。 55%、 55% 2回続けて、回避するかどうかっていうところですかね。回避する、さすがだな。逃亡に入ると思うので、これ追ってって、撃沈していくことを前提に艦を前へ出していきましょう。まあ、55% 2回外しちゃうあたり、この先 PS5 が当たる予感がしますね。運をねここで使わないで済んだと前向きに捉えましょう。ムサカは予想通り、おお逃亡するかと思いましたけど全然逃亡しないな。むしろすんごい近い距離に来ましたけど、これはムサカからの攻撃、一方的なものになりますね。一度防御しておきます。ズサにカスタム機なんてあるんだな。この赤色のズサ、ズサといえばなんか黄色のね、肌色地味た黄色のイメージしかないですけど、ここは反撃だけ一応しておきましょう。最後はね、もういずれにしても艦に余裕がないので回収することができない以上はムサカを撃沈して終わりにできたらいいかなと思います。ニューガンダムって今アイフィールド出てましたけど、アイフィールド持ってるんだっけっていうのはあるな。なんかね持ってるイメージ印象なかったので、持ってるんだっていうね思いましたけど、まあ少しね昔のゲームなので設定とかはある程度緩い、まあ、ガバガバなところもあるのかなと思うので、記憶の限りだとどうだろうな、ニューガンダムがいわゆるアイフィールドを持っている使っているっていう描写は見たことがないので、 SD ガンダムジェネレーションのこういう設定の可能性はありますね。
いや、強いな、ニューガンダム。クリティカル率が高い。でも2期連続でね、クリティカルで仕留めましたからね。ここもヒンファネル使って、むしろ、久しぶりの基地占領攻略もありだな。まだガーダーの攻撃力はともかく、ヒットポイントは2万っていうね。戦艦並みのヒットポイント持ってますね。で、クリティカルが出て1万5000ほど削りました。いや、さすがだな、この辺りはね。ただ、ニューガンダムのエネルギー使い切った感あるんで、一度、ラーカイラムに下げましょう。そこでエネルギーを補充して、次のターンで帰ってくる、サザビーなんかとね、お茶を合わせて戦っていきましょうか。では、三方から敵の本拠地に今迫っていってますね。このままガーダーを潰して、最後に、侵入して、とどめを刺すというのでも、いいのかなと思うんですが、まあ、距離的に届くかどうかですかね、あとはね。できればね、経験値を稼ぎながら進めていきたいところでもありますが、戦いの中でモビルスーツを逆に失うというのは、それはそれで、レベルを上げるのと同じぐらい痛いので、まあ、本拠地を制圧できるのであれば、これで戦いを終わらせて、ステージクリアに持ち込みましょう。これで本拠地占領です。この後は F91 になるのかな。シナリオとしてはおそらく逆襲のシャアと F91 が一緒に収録されているソフトになっているので、ここでね、逆襲のシャアがクリアになれば、おそらく次は F91 と思います。では、モビルスーツ回収していきます。アルファジール、サザビー、ヤクト動画、それでホビーザク、ギラ動画も一気回収しています。はい。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。